昨日発売の新ゲームも嘘つけちょっとやりたくてね。そうだったとしたらだけど、うん、めちゃめちゃ動画出すの遅い。昨日発売ホクホクのマリオデッセイやってきます俺ら最速プレイかもしかして。うん、だいぶ今日並んだんで列。じゃあマリオでマリオアカウントでやります。楽しみだな。これ話の趣旨はあれだよね、帽子とマリオの協力、うん、そうそうそう、ドキドキファンタスティックゲームでしょ。そう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 、格ゲーなんだ。格ゲーマリオと帽子による格ゲー。これ何、うん、まあ幽霊だからな、まあ、これ最初進まねえ。いや、ほっといたら進む。ああ、まあ買い立てだからね。始めてモード始める、始める、始めるね、はい、帽子に顔ついてるんだ。そう、キモいな、うん、かっこいい。最初はね、一、うん、人なんだけど。おお、よっしゃ、キャノンボールだ、うん、あれ格ゲーかこれ本当にこれスマブラじゃね。スマブラでクッパ参戦クッパ今まで参戦してこなかったから1個だけ音上げても大丈夫だ。音やっぱ必要。これで終わりだー。こんぐらいでしょ。 CV、 CV 結構なるんだよ、シュウ君。全部のキャラ、シュウ君が拾ってんだよ。なんで俺が全部やねん。やれよあ、見たよ。思いっきりマリオって言ってたよ。これかわいそう。ぐわいやでもあれでしょ、マリオのうちにはこれ2000着ぐらいあるでしょ。もうかわいいわ。ピーチと結婚式あげるだけらしいからよ。結婚式あげたくて誘拐してたの。そうそうそう、あ、そういう悲しい理由があるのね。バイ。これなんで踏まれたのに潰れてるの。きちんと立体を。ああ、まあまあまあ、まあこれが当然だよね。会話何個もあるんで。 Wii のマリオなんてね、99体になったら帽子脱ぐしな。そう、マリオはもう帽子、帽子なくてもいいんだよ。あんまり必要性感じてないはずだよ。むしろ邪魔でしょ。だってマリオの描写もうゼロじゃん。うん、きた、セーブ入ったよ。これマリオとテレサの物語か。テレサではないんだ。なんだろう、これが今回マリオと旅をする愉快な仲間。そう、タチキャッピーですね。キャッピーをね、見回す、見回そう。とりあえず、うん、第3の視点から。いやいや、これが2020年画質か。だいぶいいな。ツンツンされてるな。おっ、うん、おっ、マジかよ、鬼ごっこイベント始まったぞ。ギャルゲー元気だな、こいつ落とされたばっかなのに。マリオ、アホすぎないか、こいつ。外に、外に。あー、いけないか。いけるよ、いける。死ぬんじゃない。マリオ、危ないやつだな、こいつ動き。チュートリアルで死んだ。マリオ、危なくない。あー、戻されるよ。ちょっと待って。またあいつここで待ってくれる。帽子もしない。早く冒険始めさせて。しない。結構さ、ね、ピーチとマリオ年の差ない？ピーチ何歳？若そう。多分15ぐらいじゃない？マリオ何歳？マリオ60ぐらいじゃない？60はやばいだろ。こいつ元気すぎんだろ。来た。和解するんでしょ、これは。和解…ちょ、ちょっといい？お、いいね、いいね。おい、そういった。CV。そんな、なんだってね。この国は、さっきのカエルに襲われて。かわいい。僕の妹がさらわれたんだ。字幕ないとこもやってくれるんです。おっ、なんでもう一人で国によってクラス追いかけようと思ったんだけど、このありさまで。ただ古い船が隣の国まだ残ってるはずなんだ。ちょっとマイクラの村人みたいだった。マリオ寡黙じゃねえか。あの時も思い返しているんだけど、怪物の手下が居座っていて、あのさ、僕たち目的は一緒だよね。
大切な二人を一緒に敵に行くかよ。滑舌の方が終わってるわ。滑舌の方が終わってるわ。オワコンの滑舌。おお、僕が虫になるね。なあ。ダメ。なあ。うん。じゃあこれならどう？イリュージョン。キャポン。なあ。ああ目が回るよ。ぶん投げ始める。おお、キャッピー仲間になった。